ゲストをご紹介しましょう。はい、NGO ピースウィズジャパンのメンバーでいらっしゃいます住子アフマットさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして同じくコソボやクルドでも支援活動を続けてこられました横山優子さんです。よろしくお願いいたします。石橋さんはピースウィズジャパンの代表理事でいらっしゃいますんで、お二人のことはよくご存知ですよね。そうですね、ピースウィズジャパンのスタッフとして幅広く活動してくれています。ところで住子さんはどちらのご出身なんでしょうか。私クルドの町スリマニで生まれました。大学まで向こうにいました。ご家族もクルドでいらっしゃるんですか。家族は、はい、今クルドにいます。妹だけドイツに住んでいます。大学時代からボランティア活動をしていたというのを聞いてるんですけども、はい、私大学の終わりの時から初めクルドのボランティア NGO で働いていました。あとはフランスの NGO で働いていました。あとは日本の NGO で働いていました。自分もクルド人としてですね、大変な時期だったのにボランティア活動というのはですね、どうして始めようと思われたんでしょうか。私クルドの難民キャンプにいました。向こうで子供を見たすごい、悪い状況がいました。助けて全然なかった。その時から NGO の仕事はすごく大切と思います。だから NGO で働いたいです。住子さんがピースウィンズジャパンのメンバーとして活動を始められたのはいつ頃からですか。私ピースウィンズジャパン1996年から初めからクルドのプロジェクトから始まりました。日本に来られたきっかけは何なんでしょうか。ウシア・アリさん、彼は地雷除去しました。彼は両方足をなくしました。地雷で、はい、私彼の通訳でした。クルド語と英語、日本に来ました。1996年8月ぐらいでした。義足を作るために日本に行ったんですね。そうです。彼は義足を作りました。いい義足、今彼は歩いています。日本で難民の認定をですね受けることになったきっかけは何ですか。Actually, 私が滞在中の96年に政治状況が変わりまして、そのイラクが、ね、イラク軍がクルドに侵攻したんですね。それで、政治秩序が変わってしまい、帰国できなくなりました。しかし、日本では難民の認定というのはもうなかなか難しいと聞いてますけど、いかがでしょうか。In Japan, yeah, it's really difficult. 日本では特に難しいですね。何よりも時間がかかります。After waiting for that long time, the answer might be negative. 長いこと待って、ほとんど結果が、ネガティブなことが多いです。And during the application, there is not that much support really from the government. その申請中も、支援というものがないので、生活が苦しいです。はい。わかりました。それでは、まず、住子さんのコソボでの活動ぶりをご覧いただきましょう。五反田閑静な住宅街の一角に NGO ピースウィズジャパンの東京事務局があります。必要な場所に必要な支援を目標に、およそ20名のスタッフが支援をしている現地のスタッフと連絡を取り合いながら活動を続けています。住子アミンさんは現在この東京事務局のスタッフの一人として忙しい毎日を送っています。コソボ紛争の際、いち早く難民キャンプに駆けつけたピースウィズジャパン、住子さんもそのメンバーでした。和平合意を受けて NATO が空爆を停止した後、周辺各国に逃れていた難民たちの帰還が始まりました。しかし村々は無残なまでに破壊され、多くの人々が帰る家を失っていました。住宅を建設したのはチャプラとロジャという2つの村。住子さんをはじめ現地のスタッフ、そして村人たちの協力のもと、建設が急ピッチで進められました。日本から外務省の審議官がやってきました。進行状況を説明するピースウィンズのスタッフ、国家レベルでの支援も今のコソボには必要です。
どう受け入れられるのでしょう。水道のシステムについて担当しているのは、子どもたちの永遠の生活がこの仮設の村で始まっているのです。コソボの人にどう受け入れられるか一番心配だった。ナバスさんが担当した心の傷が見えてきます。笑顔や子どもたちの笑顔です。はい、本当に印象的でしたね。そうですね。でも本当にすぐにお家ができてよかったですね。クロムさん住み始めましたけど嬉しそうでしたね。はい、もうなんとも言えない笑顔でしたね。そうですね。はい、これでどんな町にどれくらいの何軒くらいの仮設住宅を建てられたんでしょうか。158台は、ミトロヴィザのチャブラ村があります。はい、全部このチャブラ村という村ですね。チャブラ村、はい、コソボの北部、はい、あとは143プリハブはコソボの南ピエアのロジャ村があります。はい、ロジャ村向こうで建設します。阪神大震災の時に使用した仮設住宅をですね、持っていったということなんですけども、日本の住宅ということで、まあ、現地で不都合はなかったんでしょうかね。ちょっとコソボはすごく寒い、時々マイナス25度になります。そう、we had to do some kind of adjustment。 とにかく暖かい部屋を作るというところに、ずいぶんちょっと工夫しなければなりませんで、特にその、まあ、薪ストーブですね。これは神戸の方が使われてたものとも別のもので、現地の人が使っているものを、まあ、入れるとか。Also, tatami was very good for the floor, very good insulation. 畳も実はいい断熱材の役割を、まあ、したんです。Better than concrete, much better than concrete. 普通のコンクリートよりやはり暖かいですから。コソボの人たちの反応はどうでしたでしょうか。Actually, people very much appreciated this prefabricated houses because すごく喜んでくれます。なぜかってやはりテントよりも全然いいですし、I just remember last time when I was in Kosovo, one old woman told me that it looked like a piece of wood for me. 仮設住宅は私にとって金のようなものだと。で、金ってもちろんコソボでも大変大切なものですから。つむこさん、難民キャンプでも暮らしたことがあるんですよね。ですから、まあ、そういうキャンプで暮らすコソボの人たちの気持ちもよくわかるということですよね。もちろん、もちろん、大体私たちは同じ状況、同じ気持ち、感じがあります。はい。クルド難民かとコソボ難民か、どこにも難民かも同じ。子供の夢、大体いっぱい見る腰です。だから、So I think it's all same kind of feeling everywhere.どこの、まあ、難民キャンプでも人間の気持ちっていうのは一緒ですし、子供たちがミルクを飲みたいであるとか、そういった、まあ、欲求であるとか感情であるとかっていうのも同じだと思います。今も多分一緒だと思います。はい、ピースインズジャパンはクルド自治区でも支援活動を続けているそうです。後半はそんなクルドの現状を伺いながら、スミコさんの活動の様子をご紹介してまいります。